抱きしめたくなるカット満載。NMB48 の渋谷凪が9月7日発売のアンジュラル表紙に登場する。8月7日に開催されたティームング夢中雷舞公演で約11年間グループからの卒業を発表した渋谷。同号からアンジュラルのレギュラーモデルに仲間入りを果たし、オフショル姿で振り返る美人ショットで表紙を飾っている。紙面では卒業を控えた今の心境や綺麗の秘訣、周りを明るく照らすハッピーオーラの秘密を10ページにわたってお届け。コンサート会場やバラエティ番組などで見せるとびきりのなぎちゃんスマイルに加え、同志だからこそ引き出せるぐっと大人の女っぽさをまとった表情にも注目だ。一方、同号の特別版表紙にはシクストーンズの松村北斗が登場。表紙には優しい色合いのニットを羽織って、どこか無防備な高骨とした表情でこちらを見つめる一枚が起用されている。抱きしめたくなる松村北斗と題した企画では、ファッショニスタとしても知られる松村が秋らしいスタイルに身を包み、儚げな表情やメガネをかけてふわりと微笑む姿、ドーナツを頬張る無邪気な様子など、思わず抱きしめたくなるカットが満載となっている。また、女っぽいムード特集では、女っぽムードの出し方をアイテム選びやスタイリング、メイクやボディケアなど全方向から解明。モデルの岡崎紗英、浜岸日和が秋にぴったりなメイクやコーデを紹介している。女っぽボディの作り方では、美香、内田理央、佐野日向子、井原葵がしなやかで女性らしい良しボディを保つ秘訣を公開するなど、アラサー女子必見の内容特集に。さらに、年下イケメン男子と秋デート企画では、俳優の日向亘、岩瀬宏、ダンスボーカルグループ超特急のアロハが、それぞれ異なるシチュエーションでのデートコーデを披露。日向はお出かけ前の家での朝デート、岩瀬はおしゃれなカフェでの昼デート、アロハは大人な雰囲気の夜デートと、シーンに合わせたスタイリングを着こなしている。他にも女優の高梨凛が夫の元プロサッカー日本代表牧野智明と一緒にゴルフ特集と連載企画高梨カントリークラブに登場。休日は夫婦でラウンドを楽しむこともあるという2人が、お揃いのゴルフグッズを制作したり、秋めいたゴルフウェアでのリンクコーデなどを披露したりするなど、仲睦まじい夫婦のリアルな表情が切り取られている。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。